雪兎雪ギは、福岡県福岡市南区に所在する、風月フーズ株式会社が、1965年から製造している土産菓子。宋の国で学問を収めた、大王国士が帰国途中、ウサギを助けて、船に乗り限界などで、暴風雨に遭遇した際、そのウサギが海に身を踊らせ、荒波をピタリと沈めたという、宋福寺に伝えられる民話をもとに創生された。 紅白2色の赤い目が特徴のウサギ型マシュマロで卵は使用しておらず手棒豆の白あんが入っている。開発担当の吉田哲氏が自身の絵とがウサギ年であることをもとに作成されマシュマロの雪ウサギと饅頭ののウサのを提案した結果雪ウサギが採用された。2016年4月新作の博多雪ウサギは甘おし用の練乳白あん入り博多いちごでピンク 既存のの白で、で、ホワイト・コシアン入り福岡やめめグリーンの3色詰め合わせとなっている。昭和40年代から福岡県内では同商品のアニメーション CM が放送されているがテーマソングの作者の詳細は風月フーズも把握しておらず謎とされてきたしかし2010年5月23日放送分の福岡放送ナイトシャッフルにて 当時の電通映画社で制作され、作詞は電通映画社の制作プロデューサー、作曲は大野裕二で山本淳子の歌唱であることが判明した。ありがとうございます。